ここが二等車になります。二等車だとちょっと狭めです。22になります。そして唯一ユーロスターのダメなところがこのスーツケース置き場なんです。なんとスーツケース置き場ってここの号車に乗っかるところの上の場所とあとここしかないんです。なので大きいスーツケースはどうしてもここに置かなければいけません。一等車と二等車、二等車の違いはそれぐらいです。一等車の場合も別にスーツケースが置き場があるわけじゃないんです。っていう